はい、皆さんこんにちは、井川です。今日も猫手撲滅、こちらのシリーズの方をお伝えしていきたいと思います。以前こうバックハンドは手首を絞る、ラケットを立てない、猫手になるそもそもは8の字だなどといくつかの動画の方を上げさせていただきまして、続いての動画に関しては手首の角度、こちらの方を、説明していきたいと思います。で、そもそもリストスタンドというものは手首を、起こすという運動がリストスタンド、そこでバックハンドで必要なものとしてはラケットを立てるというような感じではなく、ラケットヘッドを起こす、私は実際手首を絞るという運動ですね。こう手首をだらんと伸ばす、それを上げる、立てると、こういうふうにやってる方が多い中で、手のひらでラケットヘッドを支えるように持つ、それによってラケットが下に下がるのを防ぐ、あとはバックの場合はリストを立てるという、この運動ではなく手首を気持ち絞ると、そうすることによって手首の角度というものを作るというお話を以前しておりました。で、実際レシーブの際にもシャトルを打つ際、手首という角度の方は必ず引いて打っていく段階の時に必ず必要な角度としてバックハンドでは重要な点になります。手首を絞るという動作を一番意識しやすい動作というものがシャトルを拾う、こちらの動作になります。で、実際こうゲーム中でもシャトルをポンと渡された際、大体の方が右でこう取ると、床に落ちているシャトル、これを拾う際フォアハンドでこう取るという方が多い中で、今まで一人でもポンと飛んできたものを左でこう拾うという方、もしくは床に落ちているシャトルをバックでこう取るという人をあまり見かけたことがありません。特にバックハンドが苦手だというふうに言っている方の場合、ほぼこれで取る人はいないんじゃないかというふうに思います。でも実際この床に落ちているシャトルを拾うという動作に関しては、バックハンドの手首の角度、手を外側に絞るという運動が一番使われる動作になりますので、この手の角度プラス手首の絞り方、こちらをマスターしたい方、本気で猫手をやめたい方に関しては、こちらの動作の方行っていただいて、正しいバックハンドの時のこの手首の使い方、手首の角度、こちらを覚えるようにしてください。では実際にその動作の方をやっていきます。実際この床に置いてあるシャトルを拾う際、多くの方がこのような形でフォアで拾っているかと思います。ここでバックハンドが苦手な方に関しては、シャトルが一切ラケットに乗らないと。それは何でかというと、シャトルを取ろうとしている際のラケット、手の角度、こちらが伸びてしまっていることにより、ラケットヘッドが上を向けられないと。イコールシャトルが取れない。でもフォアハンドでシャトルを取る場合には、ラケットを下に下げる、グリップを下げることにより手のひらを上に向けるようにして、ヘッドを上に、こうラケット面を上に向けることができているので取れていると。そこでバックハンドをマスターするために、イースタングリップのままで構いませんので、サムアップ、親指だけを上にちょっと移動して立てる状況を作っていただいて、足は肩幅よりも 1.5 倍横に開く、
まあ、実際レシーブの時には足ってこれぐらい開いたりしますので開く、そこから左足の前にシャトルをセットして、ラケットをこのような形でセットしていく際、多くの取れない方がラケットのこちら上の部分をシャトルにこのような形で沿わせている方が多く見られます。ではなく、自分の持ち手であるグリップ部分を下に下げる、そうすることによって手首の角度を作る、そこから体重を左足から右というふうに移動させる際に、ラケット自体も横にスライドさせる、体重が右に移動した際手首を絞ることによってシャトルを取っていくと、手を下げる、そこから横に移動をさせる、要はラケットヘッドを動かすではなく腕を動かしていき、最後絞ると、このように横に移動させながら絞る運動によって最後ラケット面を上に向ける、そうすることによってラケット面が上を向いていきますので、このような形でシャトルが取れると。実際にシャトルを打っている時の手の角度、手の位置というものは、このような形でラケットヘッドが下に下がって球を打っているではなく、自分の手の位置自体が下に下がることによってシャトルを前に打っていくというふうになりますので、この持ち手をシャトルに対して、まあ、ラケットを打つものに対して、この角度自体のラケットの位置、手の位置をそのシャトルを打つ場所に移動をさせると、こちらの運動の方を覚える必要があります。それがバックが苦手な方の場合、飛んでくるシャトルに対して自分の手の位置を動かしていくというよりも、先にラケットのヘッドの位置を時計の針を回すようにシャトルの方向に動かしてしまい、猫手と手首が最後伸びきるというこのような状態になっている方が多く見られますので、できれば最初の構えた絞る動作、支える動作、この手の角度、そこからシャトルに対して自分の手というものを動かすことにより、そのシャトルを打つ位置にラケットを移動させていく、こちらが必要になりますので、こちらの動作を覚える中で、バックハンドは手首を絞る、ラケットを立てるではなく、ラケットをしっかりと床と平行ぐらいのところで維持をさせる、そこからシャトルに対してラケットを引く、その際には飛んでくるシャトルの方向にラケットを、腕プラスラケットを移動させるというふうな形で、この手の角度というものをビヨンと伸ばすように動かしてしまうではなく、この手首の角度のまま自分の手の位置を変えて回す、変えることによってバックハンドのこの適切な手首の角度というものを使って強い球を打っていく、こちらの方を覚えていただけるんではないかと思いますので、日頃の練習でこうパターン練習などを行った後、シャトルが床に落ちる、その落ちたシャトルを取る際に、右ですっと取るではなく、バックでシャトルを取っていくという、こちら上に向けるようにしてバックハンドでシャトルを取ると
いうところを意識していただけるとバックの時の手のこちらの角度の方が身につきやすいかと思いますので、こちらシャトルを右ではなく左で取る癖の方をちょっとつけるようにしてください。相手がシャトルを返すスマートにシュッシュッ、下に落ちてる球もシュッシュッというふうにどっちの面を使っても取れるようにしていただけると、右のもの左のものっていうふうにラケットを使う手の操作性、こちらを身につけることができるかと思いますので、こちらほうきとちりとり、これは今日で卒業するようにしてください。この腰が高い状態、歩幅が狭い状態でシャトルを取ろうとしてしまうと、このような形で上体だけが下を向き手を伸ばして取ろうとする方が多く見られますので、できればこのバックでシャトルを取る練習をすることによって持ち手を下げるイコール足を開く、それによってより下に手が下げやすい状態を作る、そこからシャトルを取っていくというこちらの動作の方を意識していただけると、バックの際には歩幅を広くする、下の球の場合はラケットヘッドだけではなく手の位置を下げるという運動になりますので、このシャトルを取る動作の中で歩幅、角度、絞るというこの3つの動作を覚えていただいて、今よりもステップアップした猫手卒業に向けた第2歩目として、こちらの動作日々練習の方するようにしてください。チャンネル登録がまだの方、ぜひこちらからご登録の方お願いします。限定動画の方まだゲットしていない方、メールアドレスにてご登録いただけますので、ぜひこちらからご登録の方お願いいたします。